これは夏のある日のことでした。まあその日スバルはまあみんなでご飯食べてたんだけど、なんか母ちゃんがね、いきなりみんなでこうご飯食べてて、あ、なんかそういえばこの前何だったっけな、船長の配信見たよって言われて、この間せ船長、つまりここから導き出されることは、わかる、あのさ、もうあ、その時のね、スバルのね、頭の中はね、もう大変なことになってたんだけど、なんか、どれって聞いたら、あの、バンの配信のさ、はぁ、バンでよかったーって、いや、バンよくねえんだけどさ、バン、いや、まあ、バンでよかったーって、まあ、バンでよかったってなるだろ、これ。いやもうね、もう本当にみんなの言う通りさ、いやこれマジでもう母ちゃんの口からもうふっていう言葉が出た瞬間、もう死を覚悟するなと思ってさ、まあ風呂配信、なんかね、船長さ、あの風呂配信しててさ、お風呂でノエルとかと一緒にお風呂入ったみたいなね、それで船長のさ、お風呂の配信見たよとか言われたらさ、何をね、どういうフィールド展開をしていいか、もうスバルですら分からなくなっちゃうからさ、何をなんか実の母と一体船長の何を話せばいいんだ、風呂にまつわるみたいな、船長ってお尻大きいんだよとかさ夕ご飯の時に言う話題じゃねえじゃん。もうね、マジで焦った、本当にこれね、なんかあの、なんだろう、マジでカレー飯よりもスバル冷や汗かいた。なんかあのカレー飯もさ、なんかさ、あのさ、え、どうなっちゃうんだろう、どうなって、冷や汗っていうか、こうどうなっちゃうんだろうってなったんだけどさ、あの地上波に流れるっていう時でも、なんかそれよりもどうなっちゃうんだろうっていう気持ちの方が強かったな。一体この後どうなっちゃうのって思いながら。そうなんです。